遊んだ罰金っていうものもあったんですね。ありましたね、僕はこれ本当びっくりしたんですけど、うん、最初の門限破りが仙台だったんですよ、うん、それで大魔神と遊んでたんですよ、うん、佐々木さんですか、まあいかにも悪そうな人ですけどね、うん、それで、うん、朝5時ぐらいか帰ったんですよね、うん、そしたら帰ってきたら、うん、俺の部屋にこうやってそのヘッドコーチの張り紙貼ってありまして、うん、でそこで黄色1ヶ月分持ってこいみたいな罰金だ。その当時いくらだっけ。その時高校生の最高でも480万とかだったんですけど、うん、僕原さんと同じ600万だったんですよ給料は。はい、うん、年俸が600万だったんで年俸、うん、月50万ですかね、うん、50万円初めて見ました人生で、うん、50万円の束、普通見ないですよね18歳ですから、それを渡してですね、ポケット入れて、まあ頭にしたんだけど、すぐ頭にしたよ全部そういうバイバイゲームだって言われたんですよ監督に、うん、次破って100万円取られて、うん、次破って200万何をやってんの最高はいくら。それで400とか言われたんですよ、200か400かどっちか忘れましたけど、もう僕やめる、野球やめるって言ったんですよやめなしちゃんと耐え、だってその頃ね、だちゃんとさ同じ一方でね PN のさ、どう考えたって桑田さんは真面目にやってそうじゃないですかそれが二十歳の時でしたからもう今の大谷君のインタビューとか聞いてると、うん、もう自分の二十歳の時に比べるともう恥ずかしいしょうがないですよね、うん、確かに卒がないもんな。最近の若い子のスポーツアスリートの、うん、よく喋りますよね。あ、そうですね、自分を分析して、うん、冷静ですよね。冷静ですよね、うん、だからね今日はね誤解されちゃうんだよな本当ことは話してると面白いでしょ。面白いです。本当なんだよ、ギャップがあります。とてもそうなんだよ、こんなちないんだけどね、こんな優しいやつ